ワールドミュージックタイム。皆さんご機嫌いかがですか。ワールドミュージックタイムご案内役の北中正和です。今週はクレズマ音楽の旅と題してお送りします。クレズマーといってもおなじみでない方が多いかもしれませんが、大まかに言いますと東ヨーロッパやロシアのユダヤ人の社会的な主に冠婚葬祭の時に演奏されるような音楽の名前です。歌が歌われる時は東ヨーロッパのユダヤ系の人たちの使っていたイディッシュ語という言葉が使われます。19世紀から20世紀にかけて東ヨーロッパから新大陸への移民が増えるにつれてアメリカでも盛んに行われるようになりました。1920年代から30年代にかけてが最初の黄金時代で、数多くのレコーディングが残っています。クレズマはもともと楽器を意味する言葉でした。それが音楽家や音楽という意味でも使われるようになって、また現在ではですね、クレズマ以外の民謡やあるいは劇の中で使われてきた音楽なども含めて、東ヨーロッパのユダヤ系の人たちのポピュラー音楽を全て指して使われることもよくあります。6月に黒田晴之さんのクレズマーの文化史という本が出ましたが、それによりますと伝統的にはバイオリンですとかツィンバロン、あるいはクラリネット、時にはアコーディオンなどによって演奏されてきたそうです。まず演奏を聞いてみようと思います。特集の前半は古い SP からの復刻音源が多いのでノイズなどが入りますが、ご了承ください。まず1916年のレコーディングでヨーセフ・モスコビッツのサディグラークシド、この人は1908年にルーマニアからアメリカに移民してきたツィンバロン奏者です。続いてミシュカ・ツガノフのオデッサ・ブルガー、これはアコーディオンによる演奏で1920年のレコーディングです。ブルガーというのはブルガリアに語源を持つとされるダンス及びその音楽の名前です。そしてエイブ・シュワルツのバイオリンと娘さんのミス・シュワルツのピアノによる演奏でルーマニアン・ドイナという曲、これは1920年のレコーディングです。エイブ・シュワルツは1905年にウクライナからニューヨークにやってきた人です。ドイナというタイトルのドイナというのはルーマニア起源のしんみりとした民謡のスタイルで、演奏者にとっては即興の腕の見せ所となる音楽です。
Thank you.
ヨーゼフ・モスコビッツのサディグラークシド、ミシュカ・ツワノフのオデッサ・ブルガー、エイブ・シュワルツと娘のミス・シュワルツによるルーマニアン・ドイナでした。エイブ・シュワルツはアメリカのクレズマーのパイオニア的な存在で、彼のバンドからは数多くのミュージシャンが育ちました。その中から2人の有名なクラリネット奏者の演奏を聞いてみましょう。まずナフトゥーレ・ブラインド・ベインのフライト・シヒ・イッデラハ、ユダヤ人に幸せあれという曲です。1922年のレコーディングです。彼はポーランドから1908年にアメリカに移民してきました。自由奔放な演奏で人気がありました。もう一人はデイブ・タラスで、ウクライナ生まれで1915年にアメリカに移民してきました。曲はエイブ・シュワルツ・オーケストラに在籍していた1927年のレコーディングで、ルルシェ・シェフル、ロシアのシェフルの踊りという曲です。
フトゥーレ・ムラインドベインのフライトシッヒ・インデラッハ、エイブ・シュワルツ・オーケストラのルシシェ・シェフルでした。いかがでしょうか。クレズマーという音楽の雰囲気を、まあ、少しは掴んでいただけたでしょうか。メロディーだけ聴いてるとね、ロシアや東ヨーロッパの民謡、あるいはロマの音楽などにも通じるところが感じられますよね。次に、1880年代に演劇のために作られて、その後、まあ、民謡のように親しまれているイリッシュ語の歌を聴いてみましょう。曲はレーズンとアーモンド。これは子守歌で、ユダヤ教会のシナゴーグの片隅で未亡人が子供を養しながら、大きくなったらお前はレーズンとアーモンドを売って暮らすんだよというふうに語りかけています。歌はベルギー生まれのクラシック畑の出身の歌手モシェ・レイサーが歌っています。インベイサミクドーシインアティンクルヘイデルシツディアルモネトロイリカレインIhr Ben Jochidl wiegt sie Keseide, singt sie a Liedl zum Schlufen ein. Ei, lu, 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 lu. Wenn du wärst, wären groß Jidale.Vergess nicht das Liedle, als er Orangenkalch mit Mandeln. Du's wird sein dein Beruf, mit dem wirst Liedle handeln. Schluss.Gale schlu, schlu, in Gale schlu.
vidare. Oj, förgesnys dos lidale. Azerohojn kale mitmandu. Du zved sein dein beru. Der mit vestu jidale handlen. Schluf ingale. モシェ・レイサーによるレーズンとアーモンドでした。1930年代の後半にはユダヤ系の音楽がアメリカのヒットチャートにも登場するようになりました。その前からね、ブロードウェイやハリウッドではアービング・バーリンとかジョージ・ガーシュンをはじめユダヤ系の作曲家が大活躍しまして、アル・ジェルソンのようなユダヤ系の歌手も大変人気があったんですが、その人たちはクレズマ的な要素以上にこのある種民族性を超えたところでアメリカの新しい音楽を作り出そうとしていました。そんな中で、ヒットした珍しくクレズマー色の強い曲が1938年の素敵なあなた by me a beast to shame という曲です。これはもともとはショローム・セグンダという人が1932年にイディッシュ語のミュージカルのために作った曲なんですね。その彼が30ドルで版権を売ったら、その直後に英語の歌詞がついたアンドリュース・シスターズの歌で全米ナンバーワンヒットになったというのはまあ有名な話です。そしてその同じ作家の曲をもう一曲聴いておきましょう。1940年に小さなエステルという演劇のために作曲したものです。市場に子牛を売りに行く農夫の歌、ドナードナーです。その曲をウィーン生まれの歌手セオドア・ビケルの1959年の歌で聴いてみましょう。日本では60年代のフォークブームの中でジョン・バイズが歌って有名になりました。You, I was lonesome, and when you came inside, dear, my heart grew light, and this old world seemed new to me. You're really swell, I have to admit you deserve expressions that really fit you, and so I've racked my brain hoping to explain all the things that you do to me. By me, a beast of shame, please let me explain. By me, a beast of shame means you're grand. By me, a beast of shame, again I'll explain. It means you're the fairest in the land. I could say Bella, Bella, even seven derbar. Each language only helps me tell you how grand you are. I've tried to explain. Kiss me and say you understand. By me, a beast of shame, you've heard it all before, but let me try to explain. By me, a beast of shame means that you're grand. By me, a beast of shame, it's such an old refrain, and yet I should explain. It means I am begging for your hand. Could say Bella, Bella, even seven de ba. Each language only helped me tell you how grand you are. Reedy, 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 reedy.
Häufen vorliegt, der Kehl liegt gebunden mit der Strieg. Euch in Himmel fliegt, der Schwäbel dreht sich hin und zurück. Lach der Wind in Chor, lacht und lacht und lacht. Lacht der Opa Toga ganz und mal den Mal. Donna, 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 donna. Schreit das Kehl, wo sagt der Poier, wer je heiß dich sein nach Kalb? Wo's gekenn doch sein nach Feugel, wo's gekenn doch sein nach Schwab? Lacht der Wind in Korn, lacht und lacht und lacht, lacht der Opa Toga ganz und nah auf den Kälber tut men binden und men schleppt sie und men schächt. Wer so fliegel flieht, aber ich zu, ist bei keinem nicht kein Knecht. Lach der Wind in Korn, lacht und lacht und lacht, lacht der Opa Toga ganz und na halbe Nacht. Donna, 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 donna 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 dai. アンドリュースシスターズの素敵なあなた、セオドア・ビケルのドナドナでした。素敵なあなたがヒットした1938年はスイングジャズのブームが頂点になった頃ですね。スイングの王様ベニー・グッドマンは、この人もユダヤ系なんですけれども、その年のカーネギーホールでこの曲を演奏しています。しかし彼の曲でもっとクレズマー気色の強いのはマイ・リトル・カズン、かわいいとこという曲です。この曲の元になったのは新山移民のいとこといいまして、先に紹介したバイオリン奏者のエイブ・シュワルツが作曲したものです。東ヨーロッパから新天地を求めてやってども移民を待ち受ける現実は厳しいという歌で、です、1920年代の前半の録音と思われるモリス・ゴールドスタインの歌で、その新山移民のいとこ、続いてベニー・グッドマン楽団の1942年の録音でマイ・リトル・カズン、こちらは歌をペギー・リーが歌っています。
dort sehr lange Zeit geblieben. Mein Cousine ist erhält geblieben. Die Bäcker lacht die Reute vom Rand. Oben sie schön ausgegrillt den Ganzen. Es ist ein Bäcker vor Juren, mein Cousine ist ein Tell geboren. In der Rüde blühe schöne Augen, schwarze Passen auf dir gezeugen. Jetzt, dass ihr bei gegen mein Cousine, fragt sie, was macht ihr bis Zimmer mit der trauerlicher Männer, als ein Moslem Kolumbus ist mit ゴールドシュタインの新山移民のいとこベニー・グッドマン楽団の演奏でマイ・リトル・カズンでした。第二次世界大戦後あまり新しい展開のなかったクレズマーですが、1980年代後半のワールドミュージックのブーム以降は蘇ってきました。そんな演奏の中から2曲聴いてみましょう。
まずクレズマティックスの1992年の罪の漂流、これは先にかけたクライネット奏者のナフトゥーレ・ブランドウェインのレパートリーをアラブ系の楽器も使ってエキゾチックに仕上げたものです。そしてクレズマティックスの先輩にあたるアンディ・スタットマンの1998年の録音です。おいで愛しい人よ。彼はデイブ・タラスの弟子になってクライネットを習った人で、1970年代の末からクレズマーの復興に取り組んできました。Thank you.
クレズマティックスの罪の漂流、アンディ・スタットマンのおいで愛しい人よでした。今日の特集はクレズマーの代表的なアーティストや曲を取り上げて大まかな歩みを紹介してきましたけれどもね、今はアメリカだけでなくヨーロッパ各地からも新しい感覚のクレズマーを演奏する人がどんどん出てきています。またユダヤ系以外の人がクレズマーを演奏する傾向も増えています。日本でもね、シカラムータや、をはじめとするグループがクレズマーを演奏していたりします。特集の最後はロンドンを拠点に活動している若手グループ、諸侯予風クレズマーアンサンブルによる2008年のオデッサブルガーでお別れしましょう。彼らは最初のコーナーの2曲目にかけた、ミシュカ・ツガノフのこの曲を聴いて、演奏するようになったそうです。
ショコヨフクレズマーアンサンブルのオデッサ・ブルガーでした。今日のワールドミュージックタイムはクレズマー音楽を特集してお送りしました。さて、この番組では皆さんからのお便りやリクエストやご質問をお待ちしています。お答えするまでに時間がかかることがありますが、ご了承ください。郵便の宛先は郵便番号 150-8001NHK FM ワールドミュージックタイムの係です。 E メールはワールドミュージックタイムのホームページ www.nhk.or.jp/fm/wmt からリクエストはこちらと進んでください。他に NHK オンラインで音楽ワールドミュージックタイムと進んでもリクエストのメールフォームが出てきます。アーティスト名や曲名はワールドミュージックタイムのホームページでも NHK オンラインの番組表でもご覧いただけます。来週はニューディスク&リクエストをお送りする予定です。ワールドミュージックタイム、お相手は北中正和でした。それでは来週までごきげんよう。